とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はいい装備が出てきましたよ。これですね。あ、ちょっと今、並べたんだけども、変になってるな。あ、これこれ。ソーブレード、ですね。今まで使ってたのが、こういう感じですね。重力、ダイナモ、アーティファクトシナジー。回復がないね。これは回復がありません。で、こっち。リフレッシュ、ダイナモ、重力。これはね、リフレッシュがついてていいんだけども、火力がダイナモだけなので、そこまで出ませんでした。で、これ。壊れたソーブレード。これがダイナモと痛みサイクル。とんでもないダメージを出したんだけども、重力とリフレッシュがついてなくって、いまいちだったんだよね。今回出たやつ、これです。重力が黄金でついて、で、こっちをアーティファクトシナジーでダイナモのリフレッシュですね。こっちをね、痛みサイクルだったらもっとダメージは出せると思うんだけども、多分ね、アーティファクトシナジーの方が使いやすい。痛みサイクルは5回叩かないとダメージ出せないんだけども、シナジーだったら、ダメージが出せるので、こっちの方が実戦向きかな。で、どうしてもダメージ食らうんだったらガードストライクを入れてもいいのかなと思っております。結構理想的だと思うので、これ、使ってみましょう。こっちはアーティファクトシナジーかな。ちなみにダメージはこれぐらいです。通常で叩いて2500万ぐらいかな。で、ドラを入れると、7400万。十分でしょ。7400万常に与えれてると、かなりいいと思うんで、いいと思います。では、クエストやってみましょう。それでは、行きましょう。ここはいい感じかもね。地下寺院で、モブ速度が 50% 増加。遠隔モブが、100% ゾンビに変わって衝撃波を持ってる。うん、さらに衝撃波が出るようになってるんで、使いやすいんではないでしょうか。あれ、どこ？あ、こっちか。これ、矢がね、ちょっと不足しそうなんで、厳しいかもしんないけども、まあまあ行ってみましょう。いいね。やっぱりワンパンで倒していけるし、これで 6% 吸収でさ、ダメージを受けても、2000万の 6% でしょ。おう、もう一瞬で回復するじゃん。おう、あ、違うな。2000万の 6% っていうわけじゃないか。でもまあそれでも、全然、HP は回復しながらいけると思うんで、問題ないでしょう。おう。確か敵の最大 HP とかそういうので、ちょっと計算法が変わるんだよね、この 6% っていうのは。はいはいはい、強い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 。なるほどね。これね、ダイナモをめちゃくちゃ貯めなくてもいいや。うん。そこそこでいいかもしんない。確かにね、20まで貯めちゃえば、めちゃめちゃ強いんだけども、ある程度で敵なんて殲滅できる。うん。1000万をあんだけの連打でね、与えてたら、そりゃ敵は死にますわ。はいはいはい。わかった。あ、これ機動力もあるよ。結構ある。しゃ。おう、全然回復するしね。ただ矢が、ちょっと、不足する感じかな。だから、しっかりと、矢を増やすような装備を使って、増やしていかないとダメですね。まあ、無限増殖してもいいとは思うんですけど、ちょっとあれね、時間かかるんで、あんまりやらないんだよね。いたいたいた。こいつらも10ぐらい溜まればいけるんじゃない？いけ！一瞬一瞬。一瞬だし、速攻回復するしね。いや、強いわ、強い強い。これは使いやすい。はいはいはい。で、脅威ね。あ、この先まだなんかいそうね。あ、いるな。はい、はい。ちょっと待って。
あー、ミスった。あぶね。釣り竿をしっかり入れていかないとダメなんだよね。めちゃ回復する。余裕すぎ。はい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 。いくぞ。これは強いね。はいはいはい。まあ、使い方次第だけどね。普通に叩くとそこまでないけど、やっぱり釣り竿連打って、これ鬼のように強いわ。反則。これはいい。お、キャプテンいた。はい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 。そっちか。あー、ちょっと待って待って待って、動きづらい、場所が悪いんだ。そう、いいね。場所さえしっかりしてれば敵なし。本当に本当に強い。でもう一体いるね。どこだ。おい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 、じゃあ一気に殲滅。よし、行くぞ。じゃあ、へい、いいね。もう矢も結構増えてきたんで大丈夫でしょう。え、プレイヤーのダメージが 60% 減少したぞ。これ大丈夫？まあ問題ないよ、問題ない。残りは神秘が2つか。これは確実にありそうだね。 OK、 このままちょっと進んでいきましょう。ボーン。中間地点過ぎました。あー、いって、あぶね。あっちにもいるな。多分こっちにもキャプテンいそうじゃない。いや、いないか。あ、いないかも。まあ、一応探すだけ探してみましょう。あとは洞窟内だと思うんだけどね。あー、これやばいかも。行くぞ。ものともしない、この破壊力。あ、こっちいないわ。あ、こっちはいませんね。はい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 。見てこの回復力。おお、ものともしない。洞窟入りました。多分ね、洞窟内にいるんだよね。多分洞窟内には間違いなくいるとは思うんですけども、探してみましょう。いやー、これメインウェポンにするかもしんない。むちゃくちゃ強いよ。本当に。よっしゃ、サイレンであろうが何であろうが俺はいけるはず。回復量が違うよ、やっぱり。むちゃくちゃ回復するからね。どんな敵が来ても大体対応できる。あー、ミスった。しゃ、えい。 60% 攻撃力が減ったとしても、あの殲滅速度。なんだ、ナイトモード、マジか。あ、あと1体ですね。とりあえずあと1体探していきましょう。これね、弱点はもう間違いなく遠距離の敵よ。あ、いないわ、キャプテンいない、全然いない。ということは、あれか、ゴールの近くにいるっていうことかな。はい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 。まあ、遠距離系出てきても、あ、大丈夫だわ。めちゃくちゃ出てこなかったら、あの、避けていけるんで、いける。うん、全然いける。こっちかな、多分こっちだな。じゃあどんどん来い、殲滅してやる。あ、いたいたいた、いきます。しゃー、何、ダイナモ10ぐらいか。 60% 減って10で、これだから余裕っすね。はいはいはい。あー、これはちょっと待って、ダイナモが1になってる。はい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 、溜めるよ。しゃ、いい感じで、ラストなんだ。何？あ、高速
攻撃を持ってますか。あ、問題ないですね。じゃあ、近接の敵に限ってはもう本当問題ない。じゃあ、速攻で倒す。はい。いや、もうクリアだね。余裕だったな。はい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 。よー60% ダメージ減ってこれよ。はい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 。全方向に対応できるこれ。素晴らしい。余裕のクリアですね。はい。ということで、戻ってきました。今日はこれ、機械化装ブレードの重力アーティファクトシナジーダイナモリフレッシュ使ってみましたけども、むちゃくちゃ強かった。あのね、シナジーでよかったよ。ここが痛みだったら確かにダメージは出る。でも、そこまで出さなくてもいいし、5回殴るっていうのがやっぱりネックになってくると思うので、これシナジーで、これ当たりだったと思う。もうね、この2400万。これで十分。うん。これで死なない奴はまあいないし、ボスだったら、5台入れて、この7400万。これにすればいいので、いやいや、全然良かったね。まあ、確かに、痛みとね、ダイナモ。これもいいのよ。確かに。サイクルが入って、で、20まで貯めると、もうとんでもないんだよ。とんでもないんだけども、やっぱりその叩く作業っていうのがちょっとネックになるよね。こんな感じ。通常で6800万、6900万ぐらいか。で、ドラ入れて、2億。2億600万。うん。まあ、ここまで与えなくてもいいもんね。うん。いやいや、これはなかなかいい装備だったと思います。メインウェポンにしてもいいぐらい、うん、いい感じだったと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。